あらやだ、こんにちは、まいこちゃんです。キャーということで、今皆さんお察しの通り、深夜1時です。はい、ということは皆さんお察しの通り、マク食べます。カッこれだから察しのいいガキは嫌いなんだよ。本当に。今日夜マック普通に食べてもいいと思ったんですけど、チーズソースかけたらさらにうまくなるんじゃないの方法いいと思ったんで、こちら今回用意しました。でんチーズソース。このかけるソースってやつなんですけど、コストコで半年前くらいに買ってずっと冷蔵庫に眠ってたんで、目覚めのキスで目覚めさせました。ちょっとこれさ、普通にまず飲んでみていい？どんな味なんやろ。ああ、これは多かれ少なかれチーズです。ハンバーガーって言ったらやっぱりチェダーチーズじゃないですか。ということで、こちらのチェダーチーズ、これとこの目覚めのキスを合体させてチーズソース作ってマックにかけて食べていきたいと思います。する、このチーズソース何のチーズ使っちゃうかな。チーズっていっぱい種類あるじゃん。モッツァレラチーズとか、ゴーダチーズとか、チェダーチーズとか、あとパルミジャーノとか。パルミジャーノって名前すごくない？どうやってパルミジャーノになったんね。もしかしたらパルミちゃんとジャーノくんっていうのがおって、それが合体してパルミジャーノになったってことなん。あ、そういうこと？え？あ、そういうことなの？あれ？あれ？やばい。おかしくなってきた頭が。レッツゴー！パルミちゃんとジャーノくん。二人合わせてパルミジャーノ、パルミちゃんとジャーノくん。二人合わせてパルミジャーノ、ゴーダーちゃんとチーズくん。二人合わせてパルミジャーノ、モッツァレラちゃんとチーズくん。二人合わせてパルミジャーノ、セブンイレブンとローソン。二人合わせてパルミジャーノ、水色うんちと金うんち。二人合わせてパルミジャーノ、金うんちと金うんち。二人合わせてゴッドファーザー、パルミジャーノ、パルミジャーノ、パルパルミジャーノ、パルミジャーノ、パルパルパル。パル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 、ゴッドファーザー、パルミちゃんとジャーノくん。二人合わせてパルミジャーノ、パルミちゃんとジャーノくん。二人合わせてパルミジャーノ、パルミちゃんとジャーノくん。二人合わせてゴッドファーザー、パルミちゃんとジャーノくん。ゴッドファーザー、パルミちゃんとジャーノくん。パルミちゃんとジャーノくん。パルミちゃんとジャーノくん。ゴッドファーザー、パルミちゃんとジャーノ、パペペ、ドン。料理シーン撮れなかった、さやくん。やばい、これ早くかぶりつきたい、チーズが固まる前に。いただきまーす。やばいよ、これ。来た来た、これ。これ来た。これ来た、マキさん、結婚してください。美味しすぎる、これどういうこと、もう止まらんわ。てかさ、みんな聞いてよ、俺いつものごとく白塗りでドライブスルー行っちゃったわけよ、マックので。お会計の時店員さんと対面するじゃん。そしたらさ、めちゃくちゃ店員さんが俺の顔見て笑ってきてさ、は？え、何この人って思って、なんか俺顔についてんのかなとか思いながら鏡見ても何もついてないよね。しかもさ、その店員さんの笑い方がめちゃくちゃムカついて、こんな感じで笑うんよみたいな感じ。あたかも俺が白塗りしてるのが面白いって思ってるんだろうなみたいな感じの目つきで見てきて、いやいや待てよレベッカ、俺別にそんな笑わせようとして白塗りドライブスルー行ってるわけじゃねえから。ああ、俺はただし先に白塗りしていって買うことによって帰ってすぐ出来たてを食べれるっていう、そういうことをしたかっただけで、別に俺そんなこと思ってねえから。本当に覚えたぞ名前レベッカって思って、でちょっと怒りを抑えつつも商品受け取り口まで進んでいったよね。でまさかの商品の受け渡しもレベッカで、うわこいつかまたって思いながら、まず最初パイみたいなやつだけ受け取って、でハンバーガーまだかなって待ってたら、レベッカがさ笑いながらハンバーガー持ってきて、うわこいつほんとうぜえなみたいな感じで思って、でこうやって商品受け取るじゃん。そしたらレベッカがさ喋りかけてきて、なんて言ったと思う？いつも YouTube 見てますだって。もうレベッカ大好き、ただのリスナーでした。はい、あのセンスありますレベッカさん、こんな白塗りしたモッパン YouTuber 見るなんてセンスありすぎます。ということでレベッカに乾杯。おいしい。
ダブチに追いチーズ。これやばくない？どんな味がするんやろ。いただきます。はいはいはい。はいはいはい。はいはい。はいはいだよ。お尻と、お尻って、あらあら、ごめんね、ごっつんつん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 。嬉しくなっちゃうな。見てこの焦げた後、サムネ撮るときにさ、映えさせようとしてこのダブチのチーズ溶かそうと思ったよね、バーナーで。そしたら焦げた。ピクルスさん来た。ピクルスさんいらっしゃい。しかも見てこれバイダブチやけさ、めちゃくちゃ肉厚なんやけど。ダラカさんの三段バラみたいですね。誰ですか？誰ですか？誰ですか？バケでーす！バケでーす！ぐちー！いただきます。このポテトチーズもまた美味しいこと。江口のお子さんです。はい、ほんとこんな深夜に巻くとか罪よね。もう大丈夫かな、こんな滞在を犯して。島流しとかされんかな。いや俺無理よ、島流しとか。だって無人島ってさ、絶対マックないじゃん。マックないってことはレベッカおらんじゃん。いや無理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 です無理です。考えるだけで江口かぶりつきたくなってるんで、いただきます。江口うんまっ。江口ってこんなうまいの？ごめんなさい、ちょっと食べ方汚いかもしれないですけど、このジャンクフードをこうやってがっつくのがいいんで、はい。こっちとら好きで、もっぱんやってるんで、そこら辺声出さんといてください。明日までに考えといてきてください。じゃんけんぽん！しゃー！やばい。江口の卵が胃の中に行って、胃の中でその卵が孵化してひよこが生まれそう。やばい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 。ぺぺ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 。なんでひよこが生まれてきたか考えといてきてください。今回新作のさ、チーズソース、もしかしたらこっちの方がうまいんじゃねって思ってきた。僕は数々の料理をしてきて、いや俺の料理うめえわ、お店の料理よりうめえわって思ってきたけど、今回に関してはこれ違うわ。ちょっといただきますね。さすがにね、さすがに自分で作ったチーズソースの方がうまいに決まってますよ。いただきます。うん、こっちの方が美味しい。ベルギーチョコラパイ。結局俺まだ今年これ食べてなくてさ、多分去年動画で食べたよね。ベルギーチョコラパイってことはベルギーに行った気分になれってことなんでしょうね。本当なんですかね。いただきます。うんここはベルギーですか？ここベルギーですか？これめちゃくちゃうまい。なんていうの、チョコの感じがさ、ホットケーキの焼く前の生地の味。俺あれめちゃくちゃ好きでさ、その味がするこのチョコ。謎。ちょっとこれは出来心なんですけど、チーズソースにちょっとつけて食べていいですか？ダメですか？ダメ？おい、それは俺も思った。プリティ忘れてました。ここで終わってたまるか、舞妓ちゃんのおやつタイム。今回こちらセブンイレブンのレアチーズオムレット買ってきました。見てよこれ。今回こちらなんと北海道産チーズを使ってるということで、私北海道にはゆかりがありまして、一度も行ったことがありません。待って、これほぼチーズじゃん。あかんよこれ。うん、結構くどい。さすがにこのクリームの量ならくどくないように作ってあるかなと思ったんですけど、結構これくどいですね。うんうん、ようやくクリームチーズがついた。顎にクリームがチーズがついた時でもバレないようにこうやって白塗りしてるんで、はい、やっと役に立ったなって感じです。さすがにこんなにクリームチーズ食べたらもう溺れてしまうよ。クリームチーズに大丈夫かな、ちょっとそこだけ不安なんですけど、ちょっと最後一口豪快に一気にいただきたいと思いますね。うん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 、あ、危ない、溺れる、溺れるよ。うん、溺れる、うん、溺れちゃう、助けて、うわ、ああ。